はい、こんにちは。今回はね、卵の醤油だれという、ものですね。金の粒でございますね。金の粒の卵というね。ちょっと値段的には300円ちょっとくらいするのかな。の、ものです。で、それらをちょっとね、紹介じゃない。取っていこうかなとこうおりますけども、よいしょ、金の粒ですね。でまあこれはある人もねやっぱりこう助言してくれてね、まあ私がほら、体調管理とか、まあ、知的だとかね、あるいはその血液が非常に悪いので、まあそういうのがあってね。で、その時に、まあアドバイスいただいてる方がいるんですが、まあその人がね、まあそういうのを、ある意味できるだけ体力を、まあ保つためには、その、ひじきだとか、納豆とかね、蕎麦、まあそういったものを食べた方がいいでしょうと、いう、ご指示というかね、アドバイスというかそういったのがありましたので、まあそれでね、まあ私が将来私が何を食ってるのかっていうことをね、こう動画である日知らせるためにこう動画作ってるんだけども、まあねそれはぜひそのまあヘルパーさんとかもね、まあ見ていただければなと思うし。うん、そうすればほらこの人一体何を食ってきてるのかっていうのが分かるからね。でそれで安否確認、年老いの安否確認じゃねえんだけど、私が生きてるよとね、よく言われるんですよ。あんたちゃんと食べてんのとかね、あんたちゃんと生きてんのみたいな、生きてるよみたいなね、なんかこう年老いの人みたいなね感じで言われてね、俺じいさんじゃねえよみたいな、そんな感じで言うんですけども、毎度毎度それでツッコミの漫才になってしまうんですけど、漫才みたいになってしまうんですけどね。でもそれで私はその何を食べて生きてんのかっていうのをね、こう、まあ、ある意味、こういう動画配信ってすごいですよね。こういう記録なんかもできるんだもんね。ですから、まあ、そういうために、こう、記録をしておこうと思ってね。で、やってるんですよ。まあ、そういう目的もあるわけです。で、納豆のね、まあ、納豆シリーズも動画に出しても、同時でいいかなと思うんですね。いろいろな、まあ、嫌いではないですからね、納豆もそばも。では、いただきたいと思いますね。うん。ごまだれの、ごまだれじゃねえ、卵の醤油の味が確かにしますね。で、やっぱ結構これどうなんかなと思ったんだけど、まあ値段はちょい高いめなんですけども、まあなかなかいい味わいですよね。で、こう、非常にね、違いがあって、もうなかなかの、味わいでして、こうね、
いい味出してるなと思いますね。確かにごまだいの効いた味で、こう、ごまだいじゃない、この納豆と卵って確かに合うのかなと思ったんだけど、結構合いますね。確かに卵かけご飯のような味と書いてあるんだけど、確かに言われてみるとそうですね、卵かけご飯のような味ですね。前回私は醤油を確か紹介したと思うんですけど、その時に卵かけ専用の醤油っていうのがありまして、まあ、それをベイシアというスーパーで買ってきて、で紹介して、うん、食べたっていうか食べたんですけども、まあなかなか確かに卵によく合ってですね、で卵かけに、かけるということでかけてみたんですが、結構いい味でした。ですからまあこれらも結構ねいい味ではないかなと思います。でなかなかのね、うん、この卵のね、うん、納豆の味わいとね、この卵が良くて、これも本当に確かいけますね。普段だと醤油をまあかけると思うんですが、もちろん醤油は入ってるんですが、まあ、そこに卵が入ってる。これにもうちょっと付け加えると、まあ、ごまをつけていただけるとよかったかなっていうね。あの、決してごまをすってるわけじゃないんですけどね。はい、ごまをすってね。あの、どうかごまをかけてくださればいいんですけどね。へへへ、みたいなね。そういうごますりじゃなくてね。うん、そのごますりじゃなくて、あの、ごまをあのつけていただければいいかなと思うんですよね。でもまあ、なかなかあの、うん。この三つ鑑定会社なのね。蜜柑っていうのはね、あの、まあ、お酢ですよね。うん。まあ、猫にもね、お酢がいますけどね。猫にもお酢というのがいますけど、そのお酢じゃねえよみたいなね。あの、動物のお酢じゃねえよみたいな。まあ、あの、動物のお酢ではなくてね、あの、料理とかに使うお酢の方ですからね。同じお酢でも間違えると大変なことになりますからね。ですから、こう、あの、蜜柑っていうね、まあ、料理に使う、まあ、お酢のメーカーなんですが、まあ、それがね、ある意味、押してきたわけですよ。卵醤油どうですか？卵の、あの、あれですよ、納豆どうですか？みたいなね。で、金の粒って確かなんか聞いたことあるんだよね。まあ、金の粒ってのがあるぐらいだからね。銀の粒ってなんだろうね。あ、金の粒があるんだから。銀の粒、あるよね。みたいなね。前になんか似たようなこと言ったな。なんか、サンガリアって書いてあった。ミックスジューチって書いてあった。あれ？あ、ミックスジューチって、いや、白髪で書くじゃないみたいな。じゃあ、あんた、サンガリアって白髪で書けようと思ったらね、白髪で書いてなかったんですね。こら、みたいなね、ツッコミどころがあったんですけどね。まあ、そういうふうにですね、まあ、金の粒というものがあるならば、銀の粒ぐらいあると思うんだよね。だけど、これは、なかなかの、うん。美味しさで、結構、まあ、いける。で、それにあえて、チョイスして、この、なんていうの、この前紹介した、たらこの、やつを、こう、ちょっとかけてみましたんですけど、うん。なかなかね、やっぱりたらことも納豆ってのは合うのかなと思ったね。確かに合いますね。うん。で、納豆ってのはやっぱりそういう風に栄養があるから、血液をサラサラにしたりとか、あとは体力がつくから、体力をその、穏便に保つこともできるらしいですね。
まあ、豆系はそうらしいね。テレビでも確かにしてたんですよ。家庭の医学とかってやってたかな。で、ああいうのやって、で、医者の先生なんかもね、言ってたから、そばだとか、卵とか、大豆系だよね、小豆だとか、豆腐、まあ、あれなんかもやっぱりいいんだってね。で、これからの季節はもう暑くなったりしてるから、冷ややっことか大好きなんですよね。ですから、ああいったいろんな豆腐グレビューをやってみましたが、まあ、またなんか変わった豆腐があれば、それを食べたいなと思ってね。あとは同じ大豆だから多分茶碗蒸しもいけると思うんだよね。で、茶碗蒸しもね、ベーシアで言うとね、一つ55円ぐらいかな。安いんですよ。で、それをまあ買ってきて、まあちょいちょい食べてるんですけども。まああれ美味しいですね、茶碗蒸しってのはね。私も蒸してくださいみたいなね。お前は何を言ってるんじゃみたいなね、ツッコミがあるかもしれないですけどね。私は無視されたら、多分ね、二度と帰ってこれないだろうなと思って。まあ、それは別にいいとしてですね。で、こういうふうなね、卵かけのね、卵の、濃厚な味わいなんですよ。結構いいかもしれないね。まあ、普段私ラーメン食べることも多いんだけども、まあ、最近はラーメンだけじゃなくて、そばとか大豆なんかもいいかもしれませんね。昔はぶっちゃけ言うとそんなに好きじゃなかったんですよ。むしろ嫌いというかね、そんなのがあったんだけどもね。でも、要するに豆なんてこんなちっちゃかいのに一体何ができるんだみたいな、そういうところがぶっちゃけあったんだけども、でも最近はそういうふうになんかテレビでもね、大豆がいいですよとか豆類がいいですよつってね、いいかなと思いになりましたね。というのもほら、なんつったっけな、コーヒーのお店があるんですよ、大手のね。で、そこに必ず行くんだけど、まあ、そのコーヒーの、なんつったかな、お店、コメダコーヒーっていうのか、コメダコーヒーに行ってよくコーヒー飲むんだけど、ね、必ずあれ大豆をこう、大豆じゃない、豆をこう、プレゼントですって渡されるんですね。で、なんかその豆だけ渡されて、それ食べると、なんかしぼんでいくみたいなね。気持ちがどんどんしぼんでいくんですよね。豆かいみたいなね。で、なんかこう、豆をボリボリって食べるとね、なんか気持ちがしぼんでいきね、そのうち私は頭に輪っかつけて飛んでいくんじゃないかなと思うぐらいのね、それぐらいものすごい落ち込むんですよ。だから、豆ってあんまり嫌だな、みたいなのがあったんですけどね。ただ、まあ、こういうふうに、確かに納豆なんか食べたりすると美味しいですしね、豆腐なんかも結構いい味してるのがあるから、あ、これいけるんじゃねと思って。だから、で、そういう応援してくれたり人もいらっしゃるし。ですから、まあ私はこういうのを食べていきたいかなと思うし、またなんかそういう新しいなんか種類があったら紹介していきたいなと思います。どうもありがとうございました。